浦和霊明高等学校は埼玉県埼玉市浦和区東岸町にある私立高等学校。1936年に学校法人小松原学園の創始者である小松原兼誉が浦和女子要塞学校として創立し、その後小松原女子高校と称した。創立80周年の節目を受けて2015年に浦和を冠した。 浦和霊名高等学校と解消し、姉妹校の明名高等学校と共に、進学校としてスタートした。創立80年を超える歴史ある伝統校である。特選コース、特進コースを設けて、難関大学合格をに力を入れており、土曜講習で模試対策なども行っている。ここ数年は、コース制度を含むカリキュラム制度の改革や合格基準の引き上げにより、 志願者が増えてきている。過去には、保育進学コースや福祉進学コースなどの専門コースが設置されていた。文部領土を奨励しており、テニス部や、チアバトン部が全国レベルで活躍している。平成30年度教学科に伴い、男子部活動が設置され、テニス部では初年度から関東大会に出場するなど、期待が高まっている。創立以来女子学校であったが、 平成30年度より男女共学となった。三学期制で特進選抜コースは土曜講習を実施しているため、ほぼ週6日制。他は週5日制である。授業時間は45分で、特選は1日7時間授業を基本としている。校内にすべての生徒が利用できる実習室が設置されており、学習環境が整えられている。 平成30年度教学科に伴い、体育館、校舎ともにリニューアルした。食堂も備えている。第1.2グラウンド体育の授業で利用しており、放課後は、ソフトテニス部、テニス部、ハンドボール部、ソフトボール部、陸上競技同好会が活動している。第2グラウンドは、公式野球部、サッカー部の活動場所で、テニスハンドボールでも利用できる。その他にも、 南浦和駅から徒歩10分の場所に川口グラウンドがある。これは全天候型グラウンドでハンドボールコートやハードコートに面を備えたテニスコートは夜間照明も設置され授業やクラブに活用されている。平成28年度に創立80周年を記念して浦和霊明高等学校に校名を変更した際に制服を新しくしたが、 平成30年度教学科に伴い再び新しくした。平成30年度教学科に伴い千の風になってを作成した荒井光が作曲し、小松原学園五代理事長でもあり裏われ、名高等学校原校長の戸賀千吉によって作詞された心の翼を広げてとなった。ありがとうございます。